全体の形、首肩の見え方、図でちょっと説明してみます。煽りになると首の長さが最大になり、最大っていうのかな、その見え方にもよるんですけどね、ここがしっかり見えるんですよ。最大になりね、そして、俯瞰になると頭と肩が重なり合うと。もうこれです。もうこれだけなんですよ、マジで。で、肩がこうなってるとね。で、これね、実はね、まあ僕の前に作ったですね、表があるんですけど、表っていうのはその、で、ちょっと解説しますね。どういうことかっていうとですね、なんと煽り後ろと俯瞰前が形が似てるんですよ、これ。シルエット的に言って、ちょっと塗ってみますよ。こんな感じで頭と肩が重なり合ってるとね。なんでかって言ったら、横図で見ればすごくわかるんですよ。横図で見るとですね、この方向ですね、この方向が、まあ、これですね、これですね、はい。こういう視点で見ると首が見えなくなるんですよ。なんでかっていうと、首の方向とこの視点方向が同じだから。まあ同じだ、まあ完全に同じではないんですけど、まあ完全に同じだと全く見えなくなります。首だけをですね、抽出してみた場合に、そのまあこの時の首じゃどうなってんのって言ったらですよ、こんな首になってんですよ。こんな首ね、こんな首になってるんですよ。ないわけじゃないんです。こんな感じで圧縮された首がここに埋まってるわけです。そんな感じで見えないように、ね。じゃあこの時の首、煽り前、俯瞰後ろっていうのもですね、シルエットが似ます。これこういう視点方向ですね。こういう視点方向の場合は、首がどう見えるか、最大に見えます。最大にっていうのは、円柱で言ったらこういうことですね。この円柱の考え方めちゃくちゃ重要です。円柱って何なのって、円柱っていうのはですね、まあ首を円柱に見立てた場合のことですよ。に、円柱っていうのは、例えばですよ、こういう、まあ缶でもいいし、ペットボトルでも何でもいいです、マグカップでもいいですね。こう見える時とこう見える時があるよね。ね、上から見たらこれですよ、横から見たらこうですよね。見る場所によって形が全然変わるんですね。で、上から見た時に 最小っていうのかな、一番短くなるよね。で、横から見た時に一番長くなるっていう性質があるんです。で、首自体が少し斜めについてる、少し斜めについてるってことは、正面から見るとこんな感じになってるわけです、首自体が。なので煽りから見たらな、こんな感じに見えてるわけです。俯瞰から見たらこんな感じに首が見えるわけです、というようなこの見え方の違いがあるんです、ね。なのでその視点方向によってこのように、煽りと俯瞰で同じようなシルエットになると、ね。で、皆さん、まあここでですよ、ちょっとめちゃくちゃ簡単です。これも皆さん、これで煽りに見えるよっていう、これで俯瞰に見えるよっていうのを今やってみせますね。ので皆さんも同じように真似してください。いきますよ。これが普通の人。じゃあ煽りになったらどうなのって言ったら、煽りになったら頭と肩離してください。で、まあちょっと強調するとですよ、ちょっと肩幅広くして頭ちっちゃくする。そうするとまあより煽り感出ます。ちょっと広角っぽいけれどね。で、まあ目とかちょっと上にすると、もうこれだけで一応煽りに見えます。じゃあ次、俯瞰どうするか。逆に頭と肩を重ねてください。こんな感じで、はい。こうすると俯瞰に見えます、もうこれで。で、目下の方にしてください。もうこれだけなんだよ。頭と肩重なる、これ頭と、首が、これ頭と、肩が今度離れると、ね。もうこれだけなんですよ。じゃあちょっとつないでみましょう。首は後でつなぐ、首は後でつなぐ。なんか首伸びた首長族みたいに見えますけど、ちょっとこれ、不安ですけど、ちょっとやってみましょう。皆さん、これだけで煽り俯瞰って分かりやすくないですか、っていう風にすごい単純なシンプルにまず考えます。そう、覚え芸としてある程度ね、なんか亀がですよ、頭グニャーンって出したみたいな、もうこれでですね、煽りに見えるんですよ。グニャーンってあんまかっこよくないですけど、で、そしてさっきの頭がこう斜め上にあると、これで煽りになんとなく見えるね。で、逆に
頭と肩がこんな感じで重なるともう下の方に見える。逆ですね。でこれね、みんなねこうしちゃいがちだからちょっと気つけて、頭をこうやって斜めに重ねるときにこうしちゃいがちな人多いです。わかります？斜めなんだからだいぶずれるんです。これ こんな風にならない。これ気持ち悪いんですよ。よくやっちゃう人多いです。これマジでもう斜めだったら、今さっき言ったように首が奥に隠れてあるわけだから、ずいぶん肩がもっともっと離れてこうかもしれないですよ。もっとこっちの肩が隠れてこうなるんですよ。どっちかっていうとこんな風に、まあな、どのアングルかではならないことはないかもしれないけど、まず普通にしてたらこうはならないんです。これは俯瞰の下、まあ俯瞰の正面だったらこういう角度になるんですよ。俯瞰の正面だったらこういう配置になるんだけれど、斜めになった瞬間に全く違う頭の配置になるんです。と頭と肩がずれる、ずれ方が極端半端ない、こうなったりする。もう極端に言うと、極端に言うとこういうことが生まれるんですよ、ね、今の話で言うと。この重なりがの、仕方がですね、結構この横、横じゃないや、斜め方向になった瞬間にだいぶずれるっていう、このずれが結構分かんない人多いですね。ここがね結構難しいです。